家好，我是巴哈姆特电玩风的 Trista。 那今天我们位于来到了三创生活园区的三楼 Lifeland VR 虚拟实境乐园。那在 VR Land 这边呢，每过一阵子就会跟各个游戏做合作，展出各种 VR 游戏。那这一次呢，就是跟卡普空合作，展出了被囚禁的掌心。那各位少女们，赶快跟着我们一起去体验吧。こんにちは。今日もお疲れ様。また一段と寒くなってきたな。今朝は天気も良くなかったみたいだけど、今はどうなんだろう。君が帰る頃には落ち着けばいいけれど、冬は空気が澄んでいて星を見るのにちょうどいいんだ。オリオン座の三つ星は目につきやすいからすぐにわかる。それでふとそういった本を読みたくなった。俺も星を見るのは嫌いじゃないよ。空に散らばる星を見ていると、地上の何もかもが小さく思えて、心が静かになるんだ。ほら、君も、目を閉じて、満天の星を想像してごらん。どう？見える？君から見て右側に見えるのがさっき話したオリオン座。三つの星が並んでいるだろう。その三つ星の並びをたどってひときわ明るい星が大犬座のシリウス。どれかわかる？そう、当たり。すごく明るい星だろ。太陽系の星を除けば地上から見える星の中で一番明るいんだ。これだけ目立つ星だから、昔からよく観測されていたみたいだね。国や地域によっては信仰の対象にもなっていたみたい。メリークリスマス。だよな、今日。さっき若い監視が浮かれながら言ってたからさ。いい天気だな、今日。気持ちのいいクリスマスだ。収容されてなければ、もっと。あ、ごめん。せっかく来てくれたのにな。焦るんだよな、こういう時。自分で思っていた以上に何もできない男なんだなって実感して、お前の優しさに甘えているだけなんじゃないかって不安になる。本当に良かったのか？今更それを言うのもずるいと思うんだけどさ。え、いや、そんなことは全然。むしろ来てくれて本当に嬉しい。というか、来て欲しかった。って、もう、本音がダダ漏れ。まあ、こういうイベントごとに何か思い入れがあるわけでもないんだけどさ。どうせなら、その、特別な人と一緒に過ごしたいって思うだろう。だから、お前とクリスマスを過ごせて嬉しい。これは本当。あ、そうだ。はあ、これ、
何か分かる？いや、そんなひねった答えじゃなくて、もう少し書き足した方がわかるかな。あ、そうだ、大事なもの書いてなかった。お、これで完璧。どう？クリスマスらしくなっただろう。ああ、惜しい。で、全然惜しくないって。泥棒の絵描いてどうするんだよ。確かに、大きい袋持って、ヒゲ生えてるけどさ。そうじゃなくて、クリスマスといえば、ほら、あれだよ、あれ。もう、最後のヒントな。これ描いたらもう答え出てるみたいなものだから。できた、トナカイ。ごめん、先に答え言っちゃった。トナカイとセットでといえば、サンタクロースだろ？街のショーウィンドウとかに白いスプレーで書いてある飾りをイメージしたんだ。これで少しはクリスマスらしくなったかな。即席にしては上出来。というわけで、メリークリスマス。このサンタがお前に幸せを運んでくれますように、なんてな。まあクリスマスじゃなくても、ここを出た時のために今から欲しいものを考えとけよ。耶、刚刚已经进去跟情人还有葵做非常亲密的两人互动体验了。那这一次呢，情人跟葵都各有七个事件，依照节庆还有季节做不一样的变化，每一个事件都会有小小的惊喜在里面哦。1月9号开始还会新增情人的生日惊喜事件哦。小姐们赶快来三创这边体验吧。